皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、3月の16日、17時7分、請願法による陳情で、国会議員の方たちへ、あと、まあ、これは情報として、まあ、経済界の方たちへ、あとはどこかな、まあ、その2つで十分でしょうね。国債にチェンジしましょう。その方が無難です。で、NISA に関して、税金をかける。いや、もう気がついたらあんな風になってたっていうこと。結局、それまで僕は何回も入院させられていたのと、結局、NISA に関して税金がかけられなくなっていたっていうのは、あれいつからでしたっけ。で、やっぱり株価は異常、やっぱりおかしい。まあ、もちろんバブル崩壊の頃にソビエト崩壊等がありましたけども、いや、でもやっぱり変ですよ。国債が一番無難の話で折り合いがついていたのに、なぜかこうなってしまった。そこにはもともと原資、資本を持たれている方、原資を持たれている方がさらに優遇される世界を作ろうとしていた。貧困の格差をさらに広げようとしていた。だからまあ株に関しても、そうね、世界中で自動車の生産台数を100分の1まで低下させて、で、建設業界のところはどうなのかな。ただ商社の方には影響出てくるでしょうね。世界中で日本だけじゃなくて、もちろん日本も全力でそうしなきゃならないんですけども、もうこれ以上余計な建物を作ってはダメっていうことは、方法を立てる建物なんかないんです。もう家をたくさん作ってしまった後ですから。まあ、若い人たちとか年齢に合わせて進めるのは、まあその大きな地震が来ても倒壊しないような建物、もうこれで十分です。もうそれで台風にも対応できますから、丈夫さは。で、まあ、リフォームされた家だとか、まあ、安くで買える家、もうそういう形ですね。だから、築10年、20年ぐらいで、リフォームして綺麗な家で、例えば、ご結婚された方たちが、まあ、そこに住まれる方たちが、まあ、30代の方たちとかでしたら、もう築20年とかそれぐらいリフォームをして、まあ、2000万円ぐらいで土地建物ぐらいの金額のところを探した方がいいでしょうね。どう考えても無理ですよ、返済の方が。だからその辺で退職金が今まで、もらえていた公務員の人たちの考え方が優先されて価格設定されてましたから、だから富の分配っていうところが、阪神・淡路大震災の後、神戸市の公務員の方たちのボーナスは 3.94 だったんですよ。3.96 かな。まあ、それはもう平成時代の頃の、平成16年ぐらいのデータなんですけども、阪神・淡路大震災直後、どれぐらいでしたっけ、ボーナス。その本当に1995年、6年、7年、それぐらいの頃、ボーナス2ヶ月分くらいでしたっけ、年間。どうなんでしたっけ。けどなんかもう本当に退職金が公務員の方出るんだったら、それぐらいの方が適正なんじゃないかなとは僕は思いますね。はっきり言って退職金があったら、ほとんど家のローン返済できるでしょう。で、あと家賃払うような感覚だから、だからどうしてもご老体なのに車を乗り回す人たちが増える。家のローンの返済が終わっていたら、固定資産税年間で24万円もかからないじゃないですか。普通の土地建物一軒家、車の駐車場とか余計なものなしの家。じゃあ一月あたりその家賃としてね、支払わなきゃならないような部分のところが、固定資産税で見ると、まあ、2万円もないぐらいじゃないですか。じゃあ年金が一月、まあ
10万、11万、10万じゃちょっと厳しいかもしれないですね。まあ、給付金があれば車も持たないで、給付金1年間でその一律10万円の給付金で、あとはガソリン関係の補助金なし、まあ、一応今年の4月からガソリン関係の補助金はなしになる話でテレビで放送されています。なんかやっぱり一応報道は、ある程度目を通しておかなければならないで、まあその分みんな電気とか節約したりだとかということですね。株結局持ってるところどうなんですか？ GPIF ですか？もうそこは先に売ります。もうみんなの年金とかのためにで、もう世界中その自動車の、ね、生産台数の話、もう昨年に COP28 で2019年対比で2035年にはガソリンとかの化石燃料の消費量が何パーセント削減でしたっけ？もう今頭すごい取られてるんで、65% ほどの削減ですよね。もうそれぐらいしなかったら、両方しなかったら無理ですね。あとは河川水門開始、下山発電と地下水流トンネル発電とかまど発電、まあ、マグマ発電に関してはそれは場所にやっぱりよりますね。まあ地下で火山が原因で地震が発生しているところ発生してるでしょうし、ただしまあちょっと前の御嶽山とかですよ、ああいう山の中でさすがにあの辺のところは温泉とかしてないじゃないですか。だからまあ最低でもメタンガスの採掘だとか、まあ火山の噴火でいうと九州、まあ町に被害を及ぼしていたのは、まああの辺りで、まあ、マグマ発電プラス金属の採掘、どちらにしても同じようなものだと思いますよ。かさ上げしておけばそのマグマ発電で掘った分の土をそのままかさ上げ、以上です。